スマスって何？てか、クリスマスって意味あるのかな？なんでクリスマスの日なんてものができたんだろう？僕の名前は太陽昇る。よく現れる名前なんだけど、みんなよく耐えたね。名門大学で物理学を専攻してるんだ。今日も図書館でいつも通り勉強する、そういうはずだった。でも勉強どころじゃない。クリスマスってなんだ？街中どこを見てもクリスマス一色。いや、僕にはその意味がわからない。誰か教えてくれ。そんなこんなで、本当は勉強するはずなのに、クリスマスという意味がとにかく僕はわからなくて、ただいまこんな状況です。へえ、こんな雑誌も置いてあるんだ。クリスマスマニア、クリスマス100選。まあ、クリスマスも近いもんな。読んでみよう。こうして僕は本を開いた。すみやさん、こっちこっち。何？いやー、今日はクリスマスだね。そうだね。いやー、ここまでうちらの関係がまた続いてたことも本当に感謝だよね。バカらしすぎる。俺は彼女がいないんだぞ。そういうやつにはクリスマス全く意味がないってことになるじゃないか。俺をバカにしてるのか。でも少し羨ましい。とりあえずもう少し読んでみるか。次はクリスマスの目前。みんなはクリスマスをどうやって過ごすか。何何？クリスマスが近づいてくると街ではそれぞれ盛り上がってきます。
集ですか。もう街中クリスマス一色ですものね。そうですよね。でもクリスマスって何なんですかね。一緒に過ごす人がいない僕には関係ないと思うんですけどね。ああ、確かにそういう方にはこういう類の本は関係ないかもしれませんね。ああ、でもですね、あなたみたいな人にちょうどぴったりのクリスマスの物語があるんで、ちょっとそれをお話ししましょう。ある、アメリカの田舎町にジョーという男がいました。ジョーにはエリザベスという娘がいました。幼い頃エリザベスは田舎町が大好きでした。父であるジョーが畑仕事をするのをお母さんと一緒によく手伝ったりしたものでした。月日が流れエリザベスは18歳になりました。18になるとエリザベスは田舎に飽きてきました。その平凡さが退屈だったのです。そこでエリザベスはある晩家のお金を全部持って家出してしまいました。そしてエリザベスは大都市ラズベガスに行きました。エリザベスはそこで刺激的でイケている人たちに会いました。そのイケている人たちはエリザベスに多くのことを教えてくれました。その中でカイザーは特別に似ていて、そして特別優しくしてくれました。二人はすっかり仲良くなり、カイザーにいろいろと美味しいお酒を教えてもらいました。二人は一緒に暮らし、幸せな時を過ごしていました。しかし、ある日、エリザベスが体を壊した途端、カイザーは態度を一変、エリザベスを家から追い出してしまいました。家を追い出され、路頭に迷うエリザベスをジョンは見つけ出し、二人は病院に行きました。エリザベスは薬をもらい、短期入院し、すっかり元気になりました。そしてあれば、ジョンが眠っている間、エリザベスはまたもやこっそり家出をしてしまいました。夜の街を歩く中、エリザベスは新しい仲間、ギャングに出会いました。ギャングはエリザベスにギャングを教えてくれました。最初のうち、エリザベスは絶好調でした。ギャンブルで勝ちに勝ちまくり、そのお金をでみんなにお酒を大盤振る舞いしました。ギャンブルに勝てなくなった後もギャングがお金を貸してくれたので、エリザベスは平気でした。エリザベスはラズベガスに出てきて本当に良かったと思っていました。しかしある日、ギャングはエリザベスに貸しているお金の2億を返すように要求してきました。エリザベスに返す当てがないことが分かると、ギャングはエリザベスの持ち物を全部奪いました。その上、借金を返すために仕事を与えました。エリザベスは借金を返すためにこき使われ働き続けました。休んだりしようとすると殴ったり蹴られたりして意識を失うこともたびたびありました。そんな苦しい日が続いていたある日、エリザベスは急に解放されました。そこでエリザベスは街に出てお金を盗み、お酒を買い漁りました。エリザベスはお酒を飲んでいる間、その時だけはとても幸せでした。エリザベスは死にませんでした。お父さんであるジョンがエリザベスが囚われていることを知り、ギャングのもとに交渉しに行ってエリザベスを解放してくれたこと。まもなくしてエリザベスは父に再会しました。その時のエリザベスはボロボロで目はうつろ、
体からはそれはひどい悪臭が漂っていました。それでもジョンはエリザベスに駆け寄りました。あっち行け、お前の助けなんていらねえんだよ。そういうエリザベスにジョンは深く傷つきました。しかしフラフラになり続けてもお酒を求めるエリザベスを連れてジョンは病院に行きました。エリザベスは病院で治療を受けましたが、意識が朦朧としているためジョンが誰だかもよく分かりません。暴言を吐き続けました。また時には暴力も振るいました。それでもジョンはエリザベスのそばに居続けました。なんだこれ、クリスマス関係なくね。てかジョンおかしくねえか。いくらエリザベスが自分の子供だからって言ってこんな分からず屋に時間と労力を注ぐなんて。人の親切を無駄にして無視して助けにもならない お酒にばっか満足を求めるなんて、こんなのありえないよ。そう思うかい。え、何この声。世界で最初のクリスマス、神様は人間の罪の身代わりとして死ぬために、人間の赤ん坊として生まれた。それは人間を愛していたから。そして人間が分からず屋だったから。エリザベスは私たち人間を表している。神様が愛を注いでいるのに違うものに満足を求め、神を否定し無視し続けてしまう人間を。そして神様の愛は今も用意されているんだ。ただエリザベスがそれに気づかなかったように、多くの人が気づいていないだけなんだよ。気づいていないだけ。そう、ノボル、あなたはずっとクリスマスの良い過ごし方を探していた。いや、クリスマスを一緒にいてくれる誰か。でも君がクリスマスの意味を探し出すはるか前に、神様が君を探し出したんだ。クリスマスは神様があなたを探しに来られた、そういう日なんだ。神様は君のそばにいたんだ。神様がそばにいる。でも俺は自分勝手だし独善的だし、友達もあんまりできないようなやつだし。まだわからないのかい。神様と君の間ではそれはもう解決されていることなんだよ。エリザベスの借金、病気、依存症の代償をジョンは払ってそばにいた。それと同じように、神様はあなたの汚い部分を十字架によって許してくれた。あなたは汚いかもしれない、それでも神様は愛しているんだ。汚いままでもいい、汚れは十字架によって神様が償ってくれたから。ただそのことを受け入れるかどうかはあなたに任されているんだ。探しに来た神様の愛を受け取るかどうかはあなたの心に任されている。昇る、神様はね、私たちにこうことをかけてくださっているんだよ。今も私に問わなかった者たちに私は尋ねられ、私を探さなかった者たちに見つけられた。私は
私の名を呼び求めなかった国民に向かって、私はここだ、私はここだと言った。イザヤ書65章訳すと、神は私たちと共におられる。